ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今日は霊夢に謎の供給をしていこうと思うぜ。やったー。我が社は福利厚生に謎の供給が含まれています。定期的に供給しておかないと霊夢がしなびてしまうからな。というわけで今回は日本についての謎を紹介していこうと思うぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、謎に包まれた爬虫類頭の像、法隆寺の塑像。トップバッターは法隆寺の塑像だぜ。法隆寺は奈良県にある聖徳宗の総本山の寺院で、日本寺院の中でもトップクラスの有名どころだ。五重の塔があるとこだよね。そうだぜ。法隆寺とその建築物群は世界遺産にも登録されており、その他多数の文化財を有している。そんな法隆寺が有する像の中に、謎に包まれた塑像が存在するんだぜ。塑像？粘土を素材とした彫刻のことだな。問題の塑像は五重塔諸僧安置の塑像群の中でも最も有名な、北面にある釈迦の入滅という作品の中に存在している。この塑像群は釈迦が涅槃に入り、様々な仏に迎えられる姿を、弟子たちが悲しみながらも送り出すという場面を表現しているぜ。うおお、仏教においての超重要シーンね。ああ、そんな中に3体、奇妙な塑像が紛れ込んでいてな。それがこちらだ。暗がりな上に他の像に隠れるように安置されているから、肉眼で確認しにくいんだが、弟子集団の後方にこんな塑像が隠れているんだぜ。なんじゃこりゃ、頭どうした？そう、この塑像、体や服装は完全に人なのに、頭部だけは動物のものなんだよ。それぞれ馬頭行、上頭行、粗頭行と名付けられていて、十二支をかたどった像なのではないかと言われているぜ。十二支から結びついて薬師如来を護衛する十二神将を表現しているとも言われているな。十二神将？何そのかっこいい神様。文字通り十二方角を守る神で、かつては方角を表していた十二支によく結びつけて表現された神将なんだ。ただこの解釈には疑問を投げかける人も多くてな。もう一度像をよく見てほしいんだが、この頭、本当に馬や鳥、ネズミに見えるか？そう言われると、なんか全体的につるっとしてるし、耳とかもないね。そうなんだよ。尖った口先や吊り上がった目は、どちらかといえば爬虫類の特徴を捉えているように見える。それに十二支をかたどるならあと九体足りないし、なぜこの三体だけを日本文化では珍しい動物頭の像にしたのかわからないんだ。もしかして、十二支全然関係ない説？ありえるんだよな。実はこの三体の像、イラクのウバイド遺跡から出土したレプティリアンの像と顔が酷似しているとして一時期話題になったんだ。レプティリアンとは人型の爬虫類のことで、その正体は宇宙人とも地下世界の住人とも言われているぜ。世界中で散見される竜や邪神の伝承は、このレプティリアンが関係しているという考え方があるんだ。つまり、法隆寺のこの像もレプティリアン、宇宙人が関係してるかもってこと？そういうことだ。仮にそうしたオカルトな存在と結びつけずとも、遥か遠くの異国の地の宗教と一致する物品が発見されているというだけでロマンがあるけどな。他宗教と共通する存在が日本にもいた、あるいは他宗教から影響を受けた可能性があるわけだからな。いやロマンすごいよ。五重塔諸僧安置の塑像群は、そもそもオリジナルの釈迦涅槃図とは著しく異なっているし、作者不明で、一体どんな意図を持って作られたのか全くもってわからない。その背景に他国からの知られざる影響があったのか、はたまた地球外生命体の存在が示唆されているのか、どちらにせよワクワクが止まらないぜ。2、時代も用途もわからない謎の石板、沖縄のロゼッタストーン。お次は沖縄のロゼッタストーンを紹介するぜ。ロゼッタストーンとは、エジプトのロゼッタで発見された文字の刻まれた石板で、古代エジプトの文化を理解する上で必須の鍵とされているものだ。1933年に沖縄県で発見された線刻石板はこれと似ていたために、沖縄のロゼッタストーンと呼ばれるようになり、古代日本文明を理解する足がかりになる可能性を示唆されているぜ。うわぁ、名前安直だけど、めちゃくちゃ重要な石板かもしれない。まあ本当に重要なものかどうかは、未だに解明できていないけどな。沖縄のロゼッタストーンは、2008年までに13枚が発見されていて、後に1枚は紛失し、現存しているのは12枚だけだぜ。現在ではその一部が沖縄県立博物館、美術館に収蔵されているんだ。謎の詰まったものを紛失するんじゃない。全くだぜ。今まで見つかっているものは大きく欠けたものの一部と推測されており、その大きさはまちまちだ。内容としては船や農作業、建築物や動物と思われる絵の他に、簡単な文字模様が石板一面に刻まれているぜ。正直さっぱり何が何を表してるかわからない。まあ線だけで描かれた簡単な図形だし、わかりやすい図形以外は現在でも何を書いているかわからないものが大半だ。さてそんな沖縄のロゼッタストーンだが、なんとほとんど全てが謎のため、これ以上お伝えできる情報がないぜ。図工判明していない図形が大半だし、書かれた年代もわからなければどこの文明由来のものか、どの民族によって書かれたものかもさっぱりわからない。
沖縄には海底遺跡もあり、ムー大陸やマヤ文明との関係を噂する都市伝説めいた話はあるものの、確かな情報はこれ以上存在していないんだ。謎が多すぎるのも考えものだわ。言語学研究者による仮説では、沖縄のロゼッタストーンはヤーバンに近いのではないかと言われているぜ。ヤーバンは家紋のようなもの、野号を示すもので、記号のようなデザインが書かれているものなんだ。これが今のところ一番有力な説だな。そんなのあるんだ。沖縄ではかなり一般的に使用されていたものらしく、祭事行事なんかで各々の家から持ち寄ったお盆などに、こうした夜半が記されていたんだそうだ。古代の夜半だとすれば当時沖縄に住んでいた人たちの役割分担なんかが見えてくるかもしれないな。なるほど、それぞれの家にあった記号が付けられるはずだもんね。次に都市伝説めいた話をすると、沖縄のロゼッタストーンは実は144枚発見されていたが、ほとんどをアメリカに没収されたという噂があり、そこからアメリカインディアンのホピ族と何か関係しているのではないかと推測されている。彼らはいくつかの予言を残していて、その中に東のヒーズル国へ旅立った白ヤギが世界を平和に導くという予言があるんだ。東のヒーズル国って日本？そう解釈されているな。そして世界を救済する鍵となるのが沖縄のロゼッタストーンだと言われているぜ。もちろん噂程度だが、謎すぎる石板の正体が世界救済の鍵だったらと思うとロマンが溢れてるよな。世界救済の鍵となる重要アイテムが日本にあるってだけでめちゃくちゃワクワクする。今後沖縄のロゼッタストーンの謎の解明が進むことを祈りましょう。3、実は謎でいっぱいの有名寺院、清水寺七不思議。お次は清水寺七不思議を紹介するぜ。清水寺は京都東山区にある北北総宗の大本山の寺院だ。修学旅行の定番にもなっている超有名寺院で、建物とともに境内地も国宝に指定されているぜ。舞台から飛び降りるとこだ。そうだ、その言葉は実は例えではなく、昔はこの清水の舞台から飛び降りて生きて戻れれば大願成就する、死んでも極楽浄土が待っているという信仰があり、実際に多くの人が飛び降りていたんだぜ。物騒すぎる。そんな無茶な願掛けやめて働きなさい。さてそんな清水寺には、七つどころではない謎が秘められているが、私が独断と偏見で選んだ七不思議一つ目は、この舞台についてだ。清水の舞台は釘を一切使わず、一度組んだら決して外れない地獄組という手法で建てられているんだが、実はこの舞台が、いつ何のために作られたのかは分かっていないんだ。そうなの?逸話も含め諸説あり、この舞台は当時ご遺体を投げ捨てるための場所だったとする説や、山の中腹にあるご本尊様のお参りの順番待ちをする場所とする説など様々だ。これだけ立派で有名どころなのに、建築背景が謎なことある？あるんだよなぁ。次は清水寺の謎二つ目、仁王門前の狛犬にまつわる謎だ。霊夢は知ってるだろうが通常狛犬は口を開けている阿陽と口を閉じている運用が対をなすものなんだ。しかし仁王門前の狛犬はどちらも口を開けてるぜ。ほんとだ、かなり珍しいね。まさか、片方はあくびとか？なわけあるか？本来阿陽は万物の始まりと終わりを表すが、仁王門前の狛犬はどちらも始まりを表す阿陽だ。なぜ阿陽でなくアートしたのかは謎だが、まるでここから何か大きなことが始まると示唆されているような気分になるよな。清水寺は大きな何かの始まりの場所だった？三つ目は仁王門に関する謎で、この門の右側端には指でくり抜いたような小さな穴が開いているんだ。これは表側と裏側にそれぞれ存在し、片方に耳を当ててもう片方を誰かが叩くと、カンカンという透き通った音が聞こえる不思議な穴なんだぜ。何それ風流、やってみたい。なぜこの穴が作られたのか、どうして澄んだ音色になるのかは謎だ。ひょっとしたら門の内と外で何かの合図を送り合ったのかもしれないな。清水寺に訪れた際には、ぜひこの穴の澄んだ音を聞いてみてくれ。不思議と思うと同時にその音色に感動するだろうからな。オッケーグーグル、清水寺まで案内して。四つ目は馬とどめの逆さ感だ。仁王門に上がる石段の左手前に切妻造りの建物があるんだが、これはかつて馬で参拝に訪れた貴族や武士の馬を繋いでおく場所だったぜ。中には四つの仕切りがあり、馬ごとを繋げる構造なんだが、その仕切りの柱についてる手綱を繋ぐ金具が、なぜか二つだけ逆さについているんだよ。おや？これは大工さん痛恨のミスか？他は横向きなんだがな。大工さん痛恨のミス説もあれば、遊び心であえて下向きにしたという説もある。真実はわからないが、当時の大工さんの仕事ぶりや気分を想像できる面白い謎だよな。それを見越した大工さんの粋な仕掛けかも。五つ目は西門の右下にある石灯籠。これは虎の図の石灯籠とも呼ばれ、名前の通り虎の絵が刻まれているんだ。この虎はどこから見ても睨まれてるように見える不思議な絵で、八方睨みの虎とも言われている。ほんとだ。しかも八方睨みの虎を石で表現してるのもレベル高すぎる。そのリアルさから夜中には池の水を飲むために石灯籠から抜け出すなんて伝説もあるんだ。騙し絵的な書き方だったのかな？にしても夜中に抜け出すのは怖すぎるからやめて。
6つ目は配管入り口にもなっている轟門。ここは門であるにもかかわらずなぜか扉がないんだ。なぜ扉がないのかは定かではないが、来る者拒まず去る者追わずという意味ではないかと推測されているぜ。なんだろう、両者の余裕を感じる。そして7つ目は轟橋だぜ。轟門の前にあるこの橋は、川も池もない場所になぜか橋がかかっているんだよ。言い伝えでは大昔に小川があったとされているものの、実際に川があった痕跡はどこにもなく、言い伝えは後付けではないかと言われているぜ。普通の地面に突然橋かけることある？観音様のいらっしゃる世界に渡るという意味であえて作ったという説はあるが、実際なぜ作られたのかはわからないぜ。さて、これで私プレゼンの7不思議は終わりだが、これ以外にも不思議がたくさん隠されているのが清水寺だ。気になった人はぜひ自分で調べてみてくれよな。4、建築方法不明の断崖絶壁国宝、水徳山三仏寺の奥の院、投げ入れ堂。お次は水徳山三仏寺の奥の院、投げ入れ堂を紹介するぜ。投げ入れ堂は鳥取県にある木造建築の奥の院で、日本一危険な国宝の異名を持つとんでもない立地の建物だ。険しい登山道の先の断崖絶壁に立っており、上方には岩壁がひょっこりせり出しているぜ。なんじゃこりゃ、もはや岩壁の一部になっとる。ああ、しかも投げ入れ堂がある山は、滑落事故も起きている超危険な主要の山でな。ここにたどり着くにはまず厳しい入山チェックを受けて、ほぼ垂直の岩場を登り文殊堂にたどり着かないといけない。その後滑りやすい岩の道を抜けていくつかのお堂を通過したら、ようやくこの投げ入れ堂にご対面できるぜ。そりゃ日本一危険な国宝って呼ばれるわけだわ。長い柱で床を支える建材作りの投げ入れ堂は、岩窟の中にすっぽりと収まり、世にも不思議な風景を作り出している。建築方法から建てられたのは、平安時代後期と言われているが、現在の投げ入れ堂は改造を経てきたもので、部分ごとに造立年代が異なるとする研究者もいるぜ。つまり建築年代は？謎だ。加えて一番謎なのは、こんな場所にどうやってお堂を建てたかというところだな。言い伝えでは円王頭脳という呪術者が、法力で建物ごと平地から投げ入れたとされているが、正直普通の人間が建てたと言われるより説得力を感じてしまうぜ。確かに、大工さんたちが建てたって言われた方が非現実的に感じちゃうよ。修繕や改造が行われているため、人の手でここに足場を組んで建築をするのは不可能でないとわかるものの、投げ入れ堂が建てられた時代の技術で同じことができたかと言われれば安易に頷けない。その謎めいた背景もまた投げ入れ堂の神秘性を際立たせているな。道のりが険しいのもあって、ご対面できた時の感動半端なさそう。時にはむき出しの木の根だけを頼りにしがみついて、登り下りしなければならないほどだからな。行きやすくない分希少性は高まっているぜ。はぁ、じゃあうちも断崖絶壁に構えれば、参拝者が増えるんじゃ？そんなことはないからやめとけ。非常に神秘的で荘厳な美しさを持つ国宝だから、ぜひ機会があれば生で見てみてほしいが、何度も言うように、参拝までの道のりがとんでもなく険しいからな。もし訪れる際には安全第一、命大事にで言ってくれよな。5、両友建造者も不明の和製ピラミッド、熊山遺跡。お次は熊山遺跡を紹介するぜ。熊山遺跡は岡山県にある仏教遺跡で、古来より信仰の対象になっていた熊山の山頂付近にある基底部と三段の基段で構成された建造物だぜ。珍しい形の史跡だね。不思議だよな。熊山遺跡はおそらく奈良時代前期に建造されたとされているが、詳しい年代ははっきりしていない。それどころか誰が何のために作ったかも謎の遺跡なんだぜ。でも仏教遺跡なんでしょ？この基壇の周囲には室町時代前期頃まで寺院があり、また信仰対象の山の山頂に建造されていることもあって、仏教に関連がある遺跡だということはわかっている。しかしどんな意味があるのか、儀式に使うのか何かの安置場なのかがさっぱりわからないんだ。確かに似てる形の遺跡もそうないだろうし、推測も難しいか。一応遺跡が発見された当時は、上から2段目の部分に開いている穴の中に、陶製の筒型容器などが発見されていたんだ。中には小壺と巻物があり、そこから建造年代をざっくり解明できたが、これは盗難によって失われてしまってな。ミステリーあるある、大事な物品は紛失するか盗難される。勘弁してほしいもんだ。結局熊山遺跡は、ざっくりした年代以外何もわからない謎の遺跡になってしまったんだよ。謎めいた背景と形状がピラミッドに似ていることも相まって、和製ピラミッドとして都市伝説めいた噂は多いがな。確かに言われてみればピラミッドかも。だろ？しかも熊山一帯にはこうしたピラミッド状の石積みの遺跡が、この他30日確認されているんだ。そのどれもが目的や年代、建造者が異なっていると考えられ、謎は深まるばかりなんだぜ。和製ピラミッドが32基も、エジプトを凌駕する勢いのピラミッド地帯じゃん。仮にこれが本当に和製ピラミッド群であれば、かなり重要度の高い史跡になるよな。
熊山遺跡はマヤインカのピラミッドに似ているとする考えもあれば、インドの大乗仏教の遺跡、ボロブブール遺跡に似ているとする考えもある。どれにせよ太古の日本仏教がどこの文明、宗教に影響を受けたかを知る手がかりになるだろうな。もしかしたら知られざる歴史が隠されているかも。また他に有力視されている説としては、仏塔の一種とするものがあるな。仏塔とは釈迦の遺体、遺骨、またはその代替物を安置した仏教建築だ。他にも祈りを捧げたり神託を授かる儀式の場とする説、僧侶になるための主要の儀式の場という説、墳墓説など様々あるぜ。どれもありえそうだけど、マヤとかインカに関係があったら熱すぎるね。オカルト好きにはたまらない話題だし、今後の調査に期待したいな。6、実はどこから来たのかわかってない、縄文人のルーツ。最後は縄文人のルーツにまつわる謎を紹介するぜ。縄文人とは縄文時代に日本列島に居住していた人類の総称で、彼らはアフリカからアジア東部に到達したホモサピエンスの集団の中でも最古級の系統に属していたぜ。歴史の授業で必ず聞く名前ね。ああ、知らない人はいないほど有名な縄文人だが、実は彼らがどこからやってきて日本にたどり着いたのかについては、現在でも断定されていないんだ。そうなの？まさかのルーツが丸ごと謎？ああ、まず縄文人の遺伝子的要素を持つ人々は日本列島だけでなく、ロシア沿岸部や朝鮮半島、台湾など東アジアの沿岸部なんかにも少なからず存在しているんだ。このことからそうした要素を持つ人たちが大陸沿岸部に分散する中で、その一部が日本列島に渡ってきた可能性が高いとはされているが、現状では逆に日本列島の縄文人が大陸沿岸部に広がった可能性も否定はできないぜ。科学が進歩してもやっぱりわからないことってまだまだあるのね。そうだな。ただもちろん科学の進歩で研究内容も大きく発展している部分もあるぜ。近年では DNA 解析がさらに進化を遂げ、現代人と縄文人のゲノムを詳細に比較できるようになり、それによって判明した縄文人の特徴も多い。その中で縄文人はかなり古い時代に東アジア人の共通祖先から分岐し、独自の進化を遂げた集団である可能性も示唆されたぜ。うおお、徐々に解明に近づいてる感ある。で、それ説が増えただけじゃない？そうとも言うな。ただ反対にこれまで提唱されていた仮説のいくつかは否定されてきているし、まあプラマイゼロといったところだぜ。現状では縄文人は旧石器時代に東南アジアから移住してきた人々の子孫だとする説が、前から提唱されていることもあり、有力視されているな。自分の遠い遠い祖先がどこから来たか未だにはっきりしてないって、なんかゾクゾクしちゃう。他にも旧石器時代から縄文時代にかけて、ユーラシア大陸各地から狩猟採集民が渡来した説も提唱されている。これは全ゲノム配列の解析によって、縄文人骨と現在のラオスに約8000年前にいた、狩猟採集民の個人骨のゲノムが類似していると判明したことによって、出てきた説だな。科学の力を信じてる私は後者をしかも、現状ではどの説もまだまだ断定するには決定的な証拠がなく、もっと多くの縄文人骨と、その他個人骨や現代人骨との比較が必要だ。この縄文人のルーツの謎が暴かれれば、同時に日本語の起源についても解明が進む。彼らのルーツは日本の大きな謎を解き明かすのに必要不可欠の鍵なんだぜ。そっか、どこから縄文人が来たかによって言語のルーツもわかるもんね。ああ、日本語は現在残る響きや筆記からはそのルーツが解き明かせていないからな。日本語を最初に使い始めた人々のルーツが謎の解明に大いに関わってくるぜ。祖先のルーツも謎、言語のルーツも謎、日本人って実は謎の多い人種だったのね。そうなんだよ、日本の謎というテーマでいろいろ紹介してきたが、実は日本人こそが日本にとって最大の謎なんだよな。やばい、日本人を見ただけでロマンでよだれが出ちゃいそう。確実に通報からの逮捕ルートだからやめてくれ。縄文人は気が遠くなるほど昔の私たちの祖先だが、現在でも確実にその遺伝的要素は受け継がれている。彼らはどこからやってきたのか、彼らが使い始めたであろう日本語は、一体いつからどこの言語に影響されて形成されたのか、それらを解き明かしてくれるであろう科学の発展に期待が高まるな。一生のお願いをここで発動。神様、科学に飛躍的な発展をちょうだい。というわけで今回は、日本の謎を6選紹介したぜ。結論、我々が日本にとって一番の謎。せっかくの動画を一行で解説するな。とはいえ全くもってその通りで、日本にこんな謎があったなんて、と感動している自分たちが一番の謎とは、なんとも面白いものだよな。たまんないよね。謎はロマンがあるが、知りたくなるのも人の差が、ぜひ我々の寿命が尽きる前に一つくらい解明されてほしいぜ。さて今回の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。